私の感じ、まあ、単に多分音程が不安なだけだと思うんだけど、すごい切ない感じが出て、こっち系がいいんだけど、多分音程が不安だから多分自信ないだけだとは思うんですけど、切ない感じ、いい感じですよ。 こっち系がいい、そういう意味
そこ4番目ですよね、ちょっと。切なそうに弾こうとしてるのが分かるんですけど、8分音符とか細かい音符をもっと丁寧に歌うと多分切なく聞こえるかも。パーンってそこはすごい聞こえるんだけど、タラララララとか、なんかこうポジションチェンジとかいろんなのが気になるんだなっていうのがすごい分かるんですよね。あ、弓一生懸命返してますとか、それをそういう風に持っていかない。もう弾けるから大丈夫です、そんなにやってるから。細かい音で歌ってほしいんですよね、長い音じゃなくて。平らにとって感じ。動く音ですよね。動く音。平らに。アクセントがついちゃってる感じ。端的に言えばそうかな。端的に言えばすごく。なんだろう、妄想で。切なく弾いてなんだろうな、なんだろう、どうやったら。もどかしい感じがいいのかもしれない。
さ、演歌調になるあの、ほ、まあ、違う、大きく言えばそっちかもしれないんだけど、ちょっと洋楽な感じの方がいいな。どうしよう、私赤いのしかできない。まずい。あんまり張り切って弾かないことがまず一つはそうかな。あの、例えば最後の43とかは張り切っちゃっていいんですよ。まあそこはもう悲しいなって言っちゃっていいから。なんか、なんか一発目からそう言われてもでどうしたって感じになっちゃうから。Thank you.
いちゃっていいかも。音量的に。うん、鳴らしてもらって、あの全然支えてくれた方が。チェロのメロディーいいですね。切なく聞こえる。うん。頑張れ。っていう感じで。で、そこから踊り明かすに行けばすごく明るく聞こえるはずなんだな。ちゃんと音を言ってくれるとここで。